目地セントラルパークはドライブスルーサファリのほかに、ウォーキングサファリ、ふれあいの国、そして遊園地、夏はプール、冬はアイススケートがあります。今回はドライブスルーサファリへ行きます。ゲートを入ってまずはじめはチーターです。そしてトラ、ライオンの肉食動物。肉食獣たちは場所が決まっていて、少しでも移動すると車で終わってしまうので、動き回る姿は見られません。サファリとはいえ檻の中にいるのと変わらない感じがします。ドライブスルーサファリは15時30分までなら何回でも入場できるので、遊園地の方にしかないレストランやお土産屋さんに行ってからまた戻って回ることができます。2車線で回るので右と左2周がおすすめです。姫線へのアクセスは車なら山陽姫路東インターから5分、バスなら姫路駅から30分、姫路城大手前門前から25分です。入園時間は10時から16時30分、料金は3500円から4000円。現在コロナだったり、また季節などによってもいろいろと変わるので、ホームページで確認してください。ウォークインサファリの方でもホワイトタイガー、ホワイトライオンがいて、そちらでは餌やり体験もあります。またウォークインサファリの方ではカピバラに触れ合えるところや、ドライブスルーのサイやキリンが見られる場所もあります。他にもエゾヒグマやニホンザル、羊、ヤギ、また犬、馬などいます。肉食獣が終わると草食ゾーンになります。まずはじめに右側にアミメキリンが見えます。現在は鳥インフルエンザのため、ウォーキングサファリの方でバードゲージに入っているワオキツネザル、リスザル、あとカンガルーやミーアキャット、ペンギンなども見ることができなくなっています。キリンの反対側、現在左側に見えているのが白オリックス。アフリカのサハラ砂漠の広大な土地を大規模な群れで移動していましたが、現在では絶滅しています。動物園で繁殖したものを再導入し、チュニジアなどの限られた範囲で生活しています。まっすぐな長い角が特徴です。奥の方にいるのがアキシスジカ。とっても綺麗な色をしているんですが、ちょっと動画では撮れていなかったので、ぜひ直に見てください。シロオリックスが目の前を渡っています。大きなくるんとした角はバーラル、ヒマラヤ山脈原産のヤギです。幅広の螺旋状の角を持ったのはマーコール、くるんと丸まった角はムフロン、家畜化された羊の原種と考えられています。水牛は奥の方にいるのでちょっと見づらいですね。右側にはアメリカバイソン。この子たちも野生種は絶滅し、現在は再導入されています。昔はバッハラオとも呼ばれていましたね。顔に白と黒のピエロのような模様があるのはローアンテロープ。サハラ砂漠より南に生息し、
エランドの次に大きい牛です。この子がエランド。アフリカの南に生息し、オスには胸元に肉だれのようなたるんだ皮があります。そしてこんなに大きくて重そうですが、跳躍力にすごく優れているそうです。左側には双子ブラクダ、前方右側には南シロサイがいます。南シロサイはゾウの次に大きい動物です。横に平ったいワイドな口は地面に生えた草を食べやすいようにです。ちなみにクロサイは森林に住み、低木の葉を食べるために尖った口をしています。の向こう側がウォーキングサファリでサイを見れるところです。他にも動画では映っていなかったカバやチャップマーシママなどいます。左がヒタツンガ、右が